十七ホーナィマッハに、または、十七 h m には、弾薬製造企業であるホーナィ社が二千二年発売の、十七ハマー弾の成功を受けて二千十四年に発売したリムファイア弾。十七 h m には、二十二ロングライフル弾のスティンガー薬莢をもとに、十七口径にネックダウンし、一般的な、二十二ロングライフル弾の半分以下の重量の、 弾丸を使用する。弾丸の重量により、リムファイア弾の中でも突出した弾速を誇る。一般的な、22ロングライフル弾の弾丸重量が30から4グレーンなのに対して、本弾は、わずか17グレイン。地理的位置や環境にもよるが、マッハにという名に恥じぬ弾速を誇り、重厚初速は2100フィート、S。一般的な、 22ロングライフル弾の倍近くの弾速で有効射程である175ヤードまで非常に直線的な弾道を描く。レフト 17HM2、ライト 22LR17HM2 は22ロングライフル弾をベースに開発されているためバレルの交換だけで22口径のボルトアクション銃に対応可能。一般的にブローバック機構は 圧力の変化に敏感であるため、セミオートの重機で圧力の違う銃弾に対応させることは困難である。高圧に対応するために、ルガー10-22や AR-15 向けキットが登場し、ボルトやボルトハンドルの重量を増加させている。ありがとうございます。